中島さんって秀明って名前なんよ。待たせたな。いえ。俺も今来たところですから。本当はデートできるのが嬉しくて1時間も早く着いちゃってたんだけど、大丈夫か？ほう、お前の今は随分長いんだな。1時間も前からとは。え、なんでわかったんですか？企業秘密だ。あの中島さん、仕事が忙しいのに時間大丈夫なんですか？ああ、問題ない。ちょうど大きな案件が片付いたところだからな。片付いたってことは裁判は勝ったんですか？無罪勝ち取ったんですか？ケイト、お前は何度も説明しただろう。俺の担当は刑事事件じゃなくて企業法務だ。勝ち負けはあるが有罪無罪はない。は？そういえばそうでした。裁判って聞くとどうしても有罪とか無罪とかって気がしちゃって、まったくテレビドラマの見過ぎだな。だって中島さんが弁護士だから、裁判ものって言うと気になってつい見ちゃうんです。そうか、だが実際の法廷はドラマみたいに面白いものじゃないぞ。ほとんどが事務的なものばかりだ。しかも企業の場合は和解する方向になることが大半だ。へえ、そうなんですね。それにしても中島さんはすごいですね。大学卒業してからあっという間に弁護士になっちゃったんだから。最短期間で進められるように在学中から準備していたからな。しかも今中島さんがいるところってすごく有名な法律事務所じゃないですか。本当にすごいですよ。俺なんかやっとのことで入れたっていうのに。あそこにずっといる気はないさ。そういうお前こそ教師の仕事にもう慣れたのか。まあそれなりに。最初は緊張したけど、慣れ親しんだ BL 学園だからすぐに馴染めました。そうか、それにしてもせっかく卒業したのにまた BL 学園に戻るなんて、本当にお前は物好きなやつだな。中島さんとくっついてるって時点でね。だってあそこは俺にとってすごく大事な学園だから。それはそうと、お前はちゃんと生徒に教えることができているのか。ストレートで弁護士になったような中島さんと比べたら俺なんかダメダメですけど、俺だってちゃんと生徒に教えられるくらいには勉強頑張ったんですよ。と言っても BL 学園は優秀な生徒が多いから大したことはないんですけど。だろうな。どうせお前のことだ。生徒にいい顔しすぎていいようにこき使われてるんじゃないのか。はは、そんなことはないと思うけど。まあ俺も今のところは事務所の中で下っ端だからな。人のことは言えないが。はあ、はあ、そうなんですか。中島さんが下っ端っていう表現がなんか不思議です。学生の時も俺が中島さんに出会った時はもう副会長で偉かったし、誰だって最初は下っ端だ。それもそうですよね。確かに俺は下っ端だけど、学園にいる人たちはみんないい人たちだからすごく助けられてるんですよ。先輩の先生方は優しくしてくれるし、生徒たちは何があっても全力で立ち向かってくれる本当にいい生徒なんです。学園で何か問題でも起こったのか。え、やっぱりそうか。どうしてわかったんですか。俺何も言ってないのに。もしかして誰かに聞きました。いいや。じゃあどうして。俺はお前のことなら何でもわかるんだ。お前の顔は言葉以上に有名だからな。俺の顔、だいたいお前を最初に抱いてから一体どれだけ一緒にいると思ってるんだ。なんでその抱いた後からの距離で言ってくんの。あ、お前のことなら考えてることだけじゃなくて隅から隅まで知り尽くしてる。疑うようなら昨夜のベッドの中でのお前のことを一から説明してやろうか。来るね中島武士。それとも今からもう一度再現してみるか。中島さん、ここではダメですって。ケータ、はい。まったくお前はそんなに何でもかんでも顔に出していたら裁判じゃ勝てないぞ。どういうこと。裁判で俺が法廷に出るようなことなんてないですよ。そうか、いつ誰の身に何が降りかかるかなんて誰にもわからない。たとえお前が強運の持ち主でもな。でも大丈夫ですよ。なぜそう言える。だってもしそんなことになったら最強で最高の弁護士の中島さんに弁護してもらいますから。その時はよろしくお願いしますね。言っておくが、俺への依頼料は高いぞ。え、お金取るんですか。当然だ。そんな、冗談だ。冗談。もしお前の身に何か起こるようなことがあれば、俺の持てる全ての力でお前を助けてやるさ。だから心配するな。
不満か。まさか中島さん。なんだ。俺中島さんのことが大好きです。ああ、もちろん知っているさ。ああ、よかった。車の中でなんか起きんくて。